はい、はい、始まりました。としちゃんヒストリーパート2。はい、はい、今回あの独立後のところを、はい、話していきたいなって思いますよね。前回に引き続き田原俊彦論、はい、もうないんですよね、また先生忘れました、はい、忘れてる方1名いますんで、はい、これを使わせていただきたいと思いますけど、はい、この90年以降ですよね、独立してからって。意外とここ多分皆さん知らないところですよね、あのテレビにあんまり出てないところなんで、この間テレビに出たのが笑っていいとものレギュラーとか。あ、レギュラーされてたんですか。うん、笑っていいともレギュラーやってたんですよ。記憶にない。記憶ないですね。その時期なんですよね。あ、そうですか。はい、あ、ただこの時期ってものすごく実は攻めてて、はい、あの逆に、はい、あの顔がもうものすごくかっこいいガン決まりしてる男らしい感じの時で、うん、曲なんかも結構ロック調のやつあったりとか。僕自身はここのとしちゃん結構好きで、はいはい、あのすごいいい感じの、うん、歌歌ってるなっていうのがある時なんですよね。それは教師ビンビン物語より前、後です。後です。後ですね。後ですね。はい、あ、うん、それこの間あのフジテレビチャンネルで会ってましたけどね、連続で、はいはい、教師ビンビン物語、あれ、ね、あれもうあの4時間ぐらいガチ放されるやつでしょ。そうそうそう、うん、フジテレビチャンネルさんにお願いがあるんですけどね、うん、あの逃亡者とあとあの、はい、教師ビンビン物語のスペシャルを、はい、うん、あの再放送でやってもらいたいなっていうのがなかなかないんですよ。あの教師ビンビン物語のスペシャルってなんか高校教師かなんかやってたやつで、あんまり記憶もないんですよね。なんかコンビニで働いてたなみたいなのは覚えてるんですけど、この時期のやつをぜひ再放送お願いしたいなと思いますね。あのなんか家が壊されるところが始まるやつですか。あれはあの教師ビンビンのあの一作目、あ、一作目、一作目です。あれは一作目、一作目です。一作目、はいはいはい、あの小学校5年生を担任に受け持ってる時ですね。はい、あれはすごいやっぱいいですよね。はい、今回あの教師ビンビン物語見てる時思ったんですけど、萩原流れさんかっこいいですね。かっこいいです。かっこいいですね。渋いですね。渋いです。うまいなってやっぱ思いますね。皆さんやっぱ役者すげえなっていうのは、もうあのあるあるですけど、後で見返すとキャストがすごいっていう。すごいですね。ラジオビンビン物語なんかあの山下真司さんいますからね。スクールウォーズじゃないのにいるっていう。俺は今からお前を殴るっていうパワハラ宣言してパワハラするっていう。そうそうそう、懐かしいですね。そうです。この頃役者で言うとあの必殺シリーズにも、192ページですね。192ページですね。必殺シリーズね。はい、必殺シリーズに出演した理由っていう形で。そうそうそう、これもちょっとね意外ですね。必殺といえば東さんはね、そうあのなんか印象にあるんですけど、最近のやつはですね、そうこの時あの南野陽子さん大好きなんですけどね、ナノ、うん、ちゃん。ナノちゃん、ナノちゃん好きなんですけど、ナノ違う。あのここ一緒に共演してたんですよ。うん、だすごいこれも面白かったですよ、このシリーズっていうか、あのドラマって言っていいのかな、これは単発で出た、単発でやってたんですけど、すごい良かったんで、これねたまにあのケーブルテレビで放送してますんで、ぜひ見てもらえたら。これ何気にこの巡査ビンビン物語って記憶ないんですけど、あ、そうですか。巡査ビンビン物語って、そんなのもあったんですか。実はあるんですよ。これスペシャルですかね。なんかあの一回もの。そうです。で、教師ビンビン物語スペシャルと、あとはこの前はあの SP ビンビン物語っていうのもやりましたよね。意外とあるんですね。ありますあります。ビンビンシリーズ。ビンビンシリーズ。意外とあるんですね。知らないだけなんですね。そうですそうです。ビンビンシリーズはね、やっぱ見ると、やっぱ熱いですよね、トシちゃん。いいなと思います。なるほど、でその次のページがありますけど、笑っていいともレギュラー終了でテレビから消えるっていう、ここで Night to Remember 97年1月発売のシングル、この頃の本当にシングルって聴いてもらいたいものがすごい
あるんですよ。特に男性の方にはね、ここ聞いてもらったらすごいかっこいいなって思ってくれるんじゃないかなって思うんですよね。この頃はだから俳優業からもうレギュラーなくなって歌に専念。もう歌ですよね。年に1回は必ず新曲出してましたんで、この頃のトシちゃんの歌っていいんですよね。ここ書いてますよ、95年8月発売の魂を愛が支配する、これ大好きで、この曲、はいはい、これ探し回りましたけどね、売ってなかったんで、何件も回りましたけど、それで手に入れましたね。96年のダディダ、この辺りもいいんですよ。これも通じゃないと知らないかもしれないですね。これ当時ですね、カラオケ入ってたんですよ。これ魂を愛が支配する何かのエンディングソングに抜擢されたやつだったと思うんですけど、聞くと分かるかもしれないですね。いや多分分かんないですね。分かんないですか。分かんないですね。分かんないですか。でカラオケで歌って、スナックとかで、はいはい、でかっこいいね、誰の歌って言われて、トシちゃんって言ったら、トシちゃんまだ歌出してたのって言われたんですよ。だから各スナックで、ちゃんと出してるっていうのをアピールして回ってた時期です、僕が。なるほど。はい、布教活動、布教活動、ね、ちゃんと毎年出してるんだっていう布教活動をしていた時期が本当にこの時期なんですけれども、やっぱ僕たちもそうじゃないですか。30代から40代の時って体動いたでしょ、動きましたね、めちゃくちゃ動いたでしょ、トシちゃんもこの頃ってやっぱ動いてるんですよ。ダンスなんかすっごいかっこいいんですけど、なんですけど、なかなかテレビに出ることがなくっていうところで、見れてない人が多いんで、当時の本当に VTR とかがあったら、ぜひ見てほしいなっていう時期なんですよね。だから逆に働き盛りなのに、テレビに出れない。そうですね。その代わりでも、変ですね、それは。毎年ちゃんとライブもやってるし、ディナーショーもやってるしって。だから魂を愛が支配するの時のディナーショー、久留米来たんですよ、福岡、はいはい、ここ行きましたもんね。そうですか。六つボタンのダブルのスーツで、ジャケット取ってたんで、着ていきましたよ、黒の六つボタンダブルのスーツ着て。そういう思い出がある時期なんですよね、ここは。そうなんですよ。なんですけど、皆さんはなかなか知らない、多分これアイドル全般的に言えることなんでしょうけど、今アイドルって息が長くなってるじゃないですか、昔って短くて、ちょうど子育てするぐらいからみんな離れちゃうんですよね、だから今の多分嵐とかあの辺りがそうなんじゃないですかね、高校生とかからファンで、やってて、子育て世代になってライブとかなかなか行けなくなってっていう、だからトシちゃんファンの人たちも、まあ僕よりちょっと上の方たちなんかちょうど子育てに入って忙しくて、ライブとか行けないっていう時期で、ここを見逃した方っていうのがすごく多いと思うんですよ。まあけどそう言いながらも、限られているファンはある程度みんな見に行ってたっていう、多分行ってたと思う、福岡あんまり来なかったんですよね、その当時。僕が初めてトシちゃんのライブ行ったのってこの時期なんですよ。最初見た時かっこよくて、手拍子ずれちゃって口ポカーンって開けて踊り見てるみたいな、そういう時期があって、だからその時からですかね、トシちゃんかっこいいってまた見てえなと思いながらも、遠征するほどお金を持ってなかった時期なんで、トシちゃん来るのずっと待ってて、で悲しかったのが、今満席埋まってるんですよね、席ちゃんと埋まってるのに、当時結構空席が目立ったっていうのがすごい寂しいですよね、あの時期のトシちゃんを。だからビッグ発言以降なんで、だから勘違いした人たちがすごい
まあ、いたんでしょうね。 今ほどこう SNS とかもないから、うん、テレビでガン言われたらもう終わりですよ、ね、それが全てですもん、うん、実際そう見て、そう見えてましたもんね。そうでしょう、うん、だあれ編集の怖さをすごい、うんうん、分からせた事件なんじゃないですかね、うん、そんなに傲慢じゃねえしみたいな、うん、今考えるとムカつきますけどね、うん、本当にあの編集した人間、まあやっぱり叩く人間っていうのはいるんでしょうね、うん、その芸能リポーターにしても、うん、愛さんですか、うん、愛、うん、豪華出身の方ですけど、うん、眼鏡かけたですね、はいはい、また出てきましたけど前回に続いて またあのタイトルにちょっとね、はい、前説明しとかなきゃいけないですけどね、ピーが入るかもしれないですけれども、うん、ここはアルバムも良かったんですよね。あのダイナマイトサバイバルっていうアルバムあったんですけど、それかっこいいんですよね、うん、これこのマッチとトシちゃんっていうのはいつまでこう比較されたんですかね。いまだにじゃないんですか。いまだにですかね、やっぱ、うん、最近もそうですよね。なんかあのマッチもちょっといろいろあって、うんうん、なんかね、そうなんですよね。ちょっとそこら辺から、うん、なぜかこうよっちゃんが引っ張り出されてよっちゃんは安定のよっちゃんなんですかね。そうなんですよ、うん、1月に福岡来るみたいなんですけどね。あ、そうですか。ゼップ福岡で、うん、マッチと、え、マッチとマッチとよっちゃんね、今ね、ツアー回ってるんです。回ってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。それで今度1月ゼップ福岡 2days やるみたいですけどね、よっちゃんだけみたいですよね、うん、あのギタリストよ、ね、うん、野村芳雄さんっていうので僕は見たいな、だいたいね、あゆの後ろにね、そうですそうです、いましたけどね、うん、はい、あの時のよっちゃんは本当だいぶ撮ってましたけど、今スタイリッシュにまたなって、うん、すごいかっこいいですよね、うん、あの自分貫いてますよね、ある意味、うん、すごいなと思います、うんうん、ここはね見てもらいたいんですが、うん、見てください。これ動画とかも上がってるんですかね、その当時の。上がってるとは思いますよ、うん、多分ちょっとファンの方だとおそらくこの時期っていうのを特定できるけど、そうですね、やっぱその歌のタイトルとかをちょっと、ね、うん、参考に紐ほどかないと、うん、そうですね、 PV とかは上がってるやつはあるんで、その辺は見てもらったら、うん、あ、だからこの時期あのあれですよ、あの研ナオコさんと 2回目のデュエットやってますし、あ、うん、この曲もいいんですよ、僕は好きですけどね、うん、それが何ていう歌ですか。恋すれどシャナナですね。これは、うん、これはいい曲でしたよ、僕は好きです。あの PV も好きです、うん、PV もかっこいいなとは思いますね、まあ、昔結構そのなんかキギキリンさんと郷ひろみたいな、そうですね、意外とスポットであのチャゲさんとね、うん、誰でしたっけ、石川優子さんです、石川優子さんですかね、はい、夏のスコ夏ですね、はい、なんか意外とあの突発的にあの名曲が生まれますよね、うん、そうなんですよ、うん、そうなんですよね、うん、なんかこの辺を本当に、うん、かっこいいのに見られてないっていうもったいなさがすごいあるんで、攻めてると思いますよ、この頃のドシャン。逆にその僕は男性からの目線なんであれなんですけど、女性からの目線で見た時にちょっと曲調がやっぱりアイドルチックではないんで、あのちょっと離れた方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないですよね。やっぱあるあるですけど、はい、ファン、今ファンでも一回離れたとかありますね、ありますよね、あります、ちょっとあのよそに行ってつまみ食いしちゃうっていう時期が、ね、あ、やっぱトシちゃんかなみたいな、そうです、はい、そういうのもね、やっぱ、うん、あのありますよね。最近は特に多いんじゃないですかね、あの、うん、やっぱり60過ぎた人が、うん、当時のキーで歌って踊ってるの見たら、うん、やっぱり嘘だろって思うじゃないですか。そうそう、やっぱ年取って歌上手、年取ってこう痩せてる、そう、年取ってダンス上手ってリスペクトですよね。かっこいいですもんね、うん、なんか努力なくしてそれはね、できないからですね、うん、そうなんですよ。吉田さん見てます？
あのここにちゃんと、うん、見てください。ここにあるんですよ。映ってないですけど、ちゃんとあるんですよ。あるんですね。ちゃんと、うん、頭に頭で記憶してもらってます。頭、はい、にね、うん。ちゃんと帰って検索しますよ。はい。飯食ったか。やっぱ見えなかったトシちゃんがやっぱりこの時ってすげえなって思うんですよ。テレビで生きてきた人じゃないですか、うん、なのにあのなかなかテレビに出れなくなってって、うん、でも地道にやっぱりライブ回ることで、うん、ファンっていうのは確実に、うんうん、あのついてるんですよね、うん、そこがすごいなって、腐らなかったってっていうのがすごいですよね、うんうん、まあね、いろいろありますけどね、うん、人それぞれですけど、やっぱね芸能人はテレビに出てなんぼっていうところで出れない歯がゆさとか、うん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 、特に90年代なんか、ね、そうじゃないですか。90年代、うん、2000年代なんて、うんうん、テレビに出て歌って歌が売れるっていう時代じゃないですか、うんうん、今と違って、ね、CD がね、そうなんですよ、うん、なのにそこがやっぱりないっていう、うん、そこなんですよね、うんうん、だからもっと流れたらもっと当時の歌って本当売れてると思うんですよね、うんうん、まあその会社的にも推してたでしょうしね。そうですね、うん、やっぱ芸能界なんでこうまあCM ソングになったりしたらもう鉄板でしたもんね。そうですね、当時は、うんうん、やっぱりすごかったですね。やっぱテレビの影響力っていうんですか、本当月9で売れない歌はないぐらい、そうですよね、もう、うん、そんな感じでしたもんね。すごい時代でしたよね、うん、ABEX に移籍するという噂もあったんですね。はい、一時期ですね。え、どこですか？ ABEX ですか？松浦さんのところにね、うん、行かなかったんですね。でもうん、そうですね、うん、まあその時って分かんないですけど、うん、すごいやっぱ当然ありがたい話だったでしょうし、うんうん、ABEX 行ってたらアユとデュエットしてますかね。可能性はゼロじゃない、ないですよね。ゼロではないと思いますよ。友近ともやりましたからね、何年か前に。友近さん、友近さん、あの上手ですもんね。あの水谷先生ですね。あの正確に言えば、はい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 、正確に言えば水谷さんですね。演歌の、そうです、演歌の水谷先生と、水谷先生と、あの歌すごい、またこれもいいんですよ。そうです、はい、フラストレーションラブって言うんですけど、詳しいですね。詳しいですね。これすごい、さすがですね。これも良くて、はい、あの事務所でたまに流れてますけど、なんですか、司令と、司令と。しれっと流れてます。いやそれね、流れてるのを聞くと覚えちゃうんですよ。そうなんです、うん、あのさよならロンリーです。ダンスの練習のために毎日帰り車で聞いてたら、この間カラオケでバッチリ歌いましたからね。普通に何の迷いもなくこんな歌えるんだ、ね、そうなんですよ。僕もあの久しぶりにカラオケでその、うん、偽って歌ったんですよね、うん、前歌えなかったんです、あのラップのところとか、うん、歌えるんですよね。上達してました。点数も上がってて、うん、でさらに言えばこう音も外れてないっていう、うん、やっぱ聞けば聞くほどやっぱ覚えていくんですよね、うん、不思議なもんですよね、うん、これが耳コピーってやつですかね、うん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 、俗に言う耳コピーってやつかなって思うんですけど、うん、頑張って踊りも踊ってますから ね、うん、ね、練習してます。いや全然全然じゃないですよ。言いながらしてんですよ。全然やってないんですよ、うん、実はヨッシャーはですね。そろそろ、多分そろそろ始めないとまずいんですけどね、うん、スケボーを買いに行く頃だと思います。そうですね、スケボーってどこに売ってるんですかね。スケボーはスポーツショップじゃないですか。普通に売ってるんですか、ね、けど、ここミスターマックスでも売ってますよ、うん、売ってます、売ってます、ヤフオクで買おうかなと思ってたんですけど。いや、ミスターマックスですか。はい、今度買いに行く動画がアップされるんで。え、誰ですか。よっしゃ。よっしゃスケボーを買う。よっしゃスケボーを買う動画は上がりますので。買いに行ってきます。はい。そこオリンピックでもね、はい、結構話題になったスポーツですから。そうなんですよ。
結構いるんですね、やっぱり。いります。はい。あの必須です。必須。はい。あのスケボーとあの黄色いつなぎは必須です。黄色いつなぎ。はい。衣装ですね。あ、衣装です、ね。衣装です。衣装です。黄色いつなぎか。はい。ちょっと探してみます。うん、いやね、先日ね、あの緑のね、はい、はい、アップされましたからね。はい。スーツ。緑のスーツ。あ、そうでした、ね。はい。頑張ってます、ね。練習してますので。もう年末ですからね。はい。そうなんですよ。もうディナーショーも始まってっていうことで、うん、そうなんですよ。ちょっと楽しみですね。はい、うん、ディナーショー。年末はですね、はい、ディナーショーが。ちょっとこれ上げるときは広島のディナーショーの後だとは思うんですけど、うん、ね、はい、うん、すごい楽しみに今年もしてますね。1名緑のスーツの方がいらっしゃいますので、はい、緑のスーツで行きます、はい、あの東京の方は緑のスーツで行きませんので、さすがに、さすがにウェスティンを緑のスーツで歩くのは恥ずかしいん で、 そ、 うです、ね、そこは勘弁していただけたらなと。右ポケットにあの収入印紙 20枚ぐらいは入れてきますので、お尋ねください。そうですね、ちょっと話が少し飛んじゃうんですけど、はいはいはい、あの当社は毎年ですね、はい、あのファンクラブイベントで温泉ツアーやってるんです。はいはい、で、まあ、あの数年前ですね、あの和歌山 の、うん、の、はい、方で会った時に、ええ、あの同じホテルで、あの、うん、某光源氏の、はい、某光源氏の、はい、Mボスさんですね。あがやんちゃな M が、はい、があの同じとこで同じような、まあ、1泊2日でやられたんですよ、はいはい、あの金額は今はっきり言いませんけど、はい、あの M ボスさん、はい、トシちゃんの約倍でした、はい、だからトシちゃんがあのなんていうんですかね、ファンからお金をやっぱ取ろうとしない、うん、もうほぼほぼそのペイラインでやっぱりやってるらしくて、うん、そこで利益を出すんじゃないっていう、うんうん、ここがまた泣かせるじゃないですか。そうですね、あの本来なら M ボスさんぐらい取ってもいいのかもしれないです。M ボス一家ではないですね。M ボス一家ではない。違いますね。あのそのぐらい取っても本来いいのかもしれないです。うん、あの、うん、いやもう前回のほらコンサートでも言いましたけど、あのお値段以上ですよね。そうです、うん、もうニトリ、ニトリですよ。本当にニトリ状態です。ニトリ状態です。お値段以上。うん、あの行かないと損しますよね、うん、ある意味。そうですね、うん、まあ、今回の東京あの還暦記念のライブも行ってきましたけど、うんうん、はい、やっぱセットもすごかったですし、うん、はあ、あの客席の方にはあの五木ひろしさんとカズさん来られてたみたいで、仲いいみたいですもんね、番組でもね。そうです、そうです、うん、だからやっぱね、そうやって初先輩方、まあカズさん年下になりますけど、うん、年下、うん、でもまだね、来年も現役続行されるみたいなんで、カズさんもすごい、年ちゃんもすごいけど、カズさんもすごい、まあ、サッカー界のレジェンドですよね、うん、すごいなと思います、うん、そっか、こっから例の爆笑問題と、そうですね、うん、絡みが始まって、これが爆笑問題との絡みが2009年ですか。2009年ですかね、うんうん、ですね。このきっかけで今は本当にあると思うんですけど、テレビに出てる人たちって本当皆さんね大変だと思うんですけど、うんうん、勝手な印象でやっぱり悪口もすごい言われるじゃないですか。特にほら我々世代ってあの役者さんがその役をやっちゃうともうそれになっちゃうから、そうなんですよね、やらないとか、そうなんですよ、ね、まあ、今は結構あの、ね、あのいろんな役をやれる方が評価は高いですけど、うん、当時はやっぱりその推してるタレントがそのイメージ合わないからさせれないとか、うん、そうですよね、それぐらい影響力あったですよね、うん、だからあの野村弘信さんですよね、うん、榎本やってた、うん、がやっぱりね、それこそ「バコーザフライデー」で言ってましたよね、うん、榎本のイメージはやっぱり嫌だったっていう、うん、ざっくり言うと嫌だったっていうような話してましたけど、うん、まあ分かりますよね、うん、確かに、まああの当時で言ったらちょっと弱しい、ね、はあ、イメージだから、まあ、男としてはちょっと辛いですよね、なんですけどやっぱり
ハマり役が一つでもあるって、うん、逆にすごいことでもあるんですよね、うん、今あの後になって分かったみたいな感じのことを言ってましたけど、うん、難しいですね芸能界って。大変ですよ、ですよね、うん、そうなんですよ。すごいねトシちゃんって優しいんですよね、うん、口は悪いけど心は優しいから、ね、もう本当にその通りだと思いますよね、うん、なかなかやっぱりテレビじゃそういうとこって分かんないじゃないですか、うんうん、そうですね。口パクを否定し続ける姿勢、うんうん、口パクじゃないってやっぱすごいっすよ、うんうん、なんかジャニーズイコール口パクみたいな現状はそうなってますからね、うん、なんかねそういうイメージが、うん、今回、まあ、ディナーショーの見どころとしてはあのマイケルダンス、うん、毎年やってるんですけど、ねうん、あれはねぜひ感動してもらいたいです。マイケルジャクソンの、はあ、すごいかっこいいです、うん、曲をやるんじゃなくてそのマイケルジャクソンのダンスを取り入れて、はい、あのまあマイケルジャクソンのダンスを本当にやってる、うん、アンコールの時に毎年やるんですけど、多分今年もやられるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、すげえかっこいいっす、うんうん、そうなんですよね。だからテレビだけじゃないトシちゃん、うん、その頃のトシちゃんっていうのをちょっと見てほしくて、うん、今回の動画を撮ってるっていうところがありまして、はいはい、あのボキャブラリーが足りなくて伝えきれてない悲しさあります。あるんですけれども、まあ、とにかくまたこれ第2弾ですけど、まあ、第3弾ぐらいまではまだ伝えないといけないことが残ってそうですね。そうですね、あの、うん、この時期を終えて今のトシちゃんっていうのをね、うん、あのやっぱりここは話さないといけないんでしょうね、うんうん、なんか今回はうまく伝えられません、はい、うまく伝えられませんが、ものすごくかっこいい、動きもキレがある、このトシちゃんを見てもらいたいっていう思いは伝わってくれてたらいいんじゃないかなっていうふうなところですかね、はい、けど前回の、視聴の回数見てやっぱりすごいなと、やっぱりトシちゃんすごいなって、はい、みんな見てくれてですね、うん、非常にありがたいなと思うんですけど、思いますね、うん、まあコツコツとこうやってトシちゃんの良さを伝えていきたいと思います。伝えていきたいと思います。もっとこうすごいじゃなくて、うん、あのうまい食レポの人みたいにね伝えたら、ね、本当はいいんですけどね、うん、何せ素人は、ねうん、飯食ったらあのうまっってなっちゃうし、すごいもの見たときにすごってなってしまう、うん、まあけどね、今のトシちゃんをそうやって伝えるのもいいのかもしれないですね。わかりやすいですね、うん、まあそうですね、本当にすごいんですよ、生で見ると、うんうん、だから生で見ないとわからない、うん、そうですね、うん、それをこれがトシちゃんなんですよね、まあ、まあ、その見た後の感動をここで興奮して伝えるっていう、そうですね、はい、はい、次回はそういう回になると思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。飯食ったか。